人工知能でデザインを空気のようにエアーデザインでございます。皆様が日常で見るこのようなバナー、世界では今年間2億2000万枚、1秒に7枚も作られているんです。この膨大なデザイン、このようなやり取りで作られているんです。非常にアナログで人間的で主観的なやり取り。私はデザインの会社を経営して12年になります。現場のデザイナー、これに非常に苦しめられている。誰か変えてくれないか、そう思って待ちましたが、誰も変えてくれない。だったらどうするか、自分でやるしかない。そんな2015年、 AI ディープラーニングと出会いました。そこから3年、2018年です。我々はロゴを自動生成する AI 開発に成功しました。その生産性2倍3倍、そんなもんじゃないんです、150倍です。さらにそこから進化させ、我々はランディングページを半自動生成する AI を作りました。誰もが無理だと言ったバカにされた、でも僕らできたんです。その生産性30倍。さらにそこから我々はバナーを半自動生成する AI、 賢人たち先人たち誰もが取り組んだがうまくいかなかった、でも我々はすでに運用に乗せている、この生産性なんと45倍。2倍3倍じゃない、30、45、150、圧倒的な生産性、爆発的な生産性を実現し、我々はデザイン業界に産業革命を起こすんです。はい、なぜできるのか。キーワードは工業化です。誰でも高品質なものが高速に作れる世界を我々は作っております。そもそもデザインという市場は人件費アナログにトランザクションし、手作業なものが30兆円あります。これまではデザインは非常に主観的だった。でもそれをデータで客観的に語れる世界を我々は作ったんです。データで語れるから AI が予測します。そして AI が高速に試作をします。そこからさらに AI のサポートを受けて人間が作り込む。我々は AI と人が融合することによってデザインを工業化しているんです。予測をするには膨大なデータが必要です。バナーであれば約20万件のデータを集めます。そこから AI がパフォーマンスを予測し、データベースを構築。さらに我々独自の、弊社独自の、リバースデザインという特許出願中の AI 画像解析技術を用い、何色がいいのか、どんなキャッチコピーなのか、女性は右向きなのか左向きなのか、そこまで実際に因数分解するとパターンが見えます。そこからは AI が高速にバナーを自動生成してくれます。1000個2000個、必要であれば1億個だって作ることができるんです。最後は人間の品質の作り込み、改善ポイントを AI が予測し、そこからこういったカーニングといった文字間の最後の微妙な調整は人間がやる。でもここに品質が宿るんです。我々はこのようにデザインを工業化している。ではなぜ工業化できるのか。私たちファウンダー3名はもともとインクスという製造業のプロセス改善コンサルタントでした。職人の頭の中の思考プロセスを可視化して標準化して自動化することにより圧倒的な生産性を実現してきた。これを我々はデザインという世界に持ってきた。だから工業化できるんです。作り手を圧倒的な生産性で変える。そうすると今度は買い手の体験も変わってくるんです。キーワードはアップデート、自動アップデート、進化し続けるデザインです。私たちが今存在する広告デザイン制作市場、約5000億円、中小企業ばかりです。広告というのは日々情報が変化します。そこについていくため、アプリやソフトウェアであれば自動でアップデートするのが当たり前。でも、デザインというものはアップデートとは程遠い世界にある。そこに疑問を持ち、我々はソフトウェアを作りました。デザインをセットすると、CTR や CPA といったデータで評価できるものでパフォーマンスを確認します。で、これ多分パフォーマンスが悪い。では少し診断をしてみましょう。 AI に診断をしてもらいます。人間が注視するポイントを AI がヒートマップで予測してくれたり、データで因数分解します。改善ポイントが分かると、そこからは AI がサンプルを作ってくれます。今回は 1,2,3,4,5 枚作りました。どれがいいか分からない、でも大丈夫、スコアがついています。一番右が 9.01 ポイント、これがいい、では更新をしよう。ここで人間がやっていることは、見て判断してボタンを押す、それだけでデザインがアップデートされる、そんな時代を我々は作っているんです。価値が分かる、そして高速に改善する。だから広告の効果だって上がるんです。たまたまだとお思いのお客様、ご安心ください。我々は再現をしている。なぜなら工業的だから。
サブスクモデルでこれを提供し、サービス開始から今12ヶ月で122社の会社様にご導入いただいております。積み上げた MRR は現在1300万円でございます。今後我々はこのプラットフォームを拡大していきます。まずはラインナップの拡充です。現在ランディングページ、バナー、動画のラインナップがございます。そこにチラシやポスティング、 DM アプリ、テレビ CM、 思いつく限りのグラフィックデザイン領域に進入してまいります。ラインナップが増えれば顧客が増える。リソースの方も我々はプロセスを工業化しているので、再現をもって拡大することができるんです。このプラットフォームを拡大し、我々は2023年には100億円の売り上げを達成いたします。さらに世界へ、私たちはすでに世界で売れた実績があるんです。アメリカ、ブラジル、イギリス、イタリア、はたやプエルトリコまで、我々のエアデザインで作ったデザイン、すでに世界で売れているんです。デザインに工業化という考えを持ち込み、テクノロジーで世界で勝つ。トヨタやユニクロ、これまで日本の会社で世界に勝ってきた会社、共通項目は何だと思いますか？ものづくりの革新です。我々はデザインという産業にものづくりの革新を持ち込み、世界で勝ち抜きます。人工知能でデザインを空気のように、ご清聴誠にありがとうございました。スライドも AI でこのように簡単に、以上です。ありがとうございました。